辻元議員。まあまあ、あのいずれにしても、まあまあ、考えは改まったわけでもないし、まあ、どっちかというと今も同じ気持ちということなのかなと。ただあのちょっとだけ気持ちが移動したのかなというところかなと思うんですが、ただあの、まあ、私も昨日議会運営委員会で入っておりまして、で市長がですね、県からあの回答が来たというねのがありましてね、これは明らかにあの、見解相反する見解を少し市長が述べられたんですね。ですからあのそこの部分で、まあ、あの先住議員からの問い合わせがなかったということで、まあ、先ほど、まあ、先住議員が直接問い合わせたんじゃなくて同じ会派の、まあ、他の人が問い合わせたということなんやという説明やったんですが、まあ、それはそれとしてもですね、その結論の部分で違法か違法でないかの結論が大きく違うんですよね。でそこで言うと今後そのこれをあの取り消す取り消さない の判断をするに際してあの大きく左右するポイントやと思うんですよ。だそういう意味で言うと市長が県からどういう説明を受けたのかやっぱり私聞いておく必要があると思うんで、ちょっと市長にお聞きしたいと思います。政治議員。まあ、あのどういうふうな、いや、まあ、ちょっとね、あの違うんですね。私自身が、まあ、あのまだ調べてないんで、違法か違法でないというのは結論出せない。ただでも、まあ、私の今調べたところでは違法であるということは思っているので、今後そのような見解が出たので、これは議員として、まあ、しっかり調べていきたいなとも思っておりますし、まあ、削除した理由もね、もうなんでしょうね、まあ、市長に、だから、まあえてね、市長にこう聞くというのもね、まあ、ちょっと違うような気もせんでもないんですけど、まあ、そうです、先ほどね、あの今後の対応についてどうされるんだという話で、まあ、いわゆる辻元議員は市長にまあどういう見解を聞いたかという話を喋ってもらいたいというような話ですけども、まあ、今後の対応としてなんですが、まあ、いわゆる、まあ、あの議会運営委員会においてですね、まあ、どういうふうな議会運営委員会にどういうふうなことがいいのかということを議論しまして、やっぱり一議員の一般質問に対してその答えを、またその答えを本会議の時間を使ってでするというのは、いわゆる私の時間が45分のところ、まあ、市長が10分しゃべられたら55分になるということで、公平性の観点がちょっと崩れるんじゃないかと、まあ、当事者だからなかなか僕も言いにくいんですけど、まあ、そういったところでやはり公平な時間の皆さんやってるので、まあ、そこはちゃんと議論をして、あの今後じゃあしゃべらすのかしゃべらせないのかというのは議会運営委員会ではそういう結論を得てますので、まあ、あの経験に今後どうするのか、議会運営委員会でこれは決めていかなあかんことだと思いますので、経験には言えないですけど、まあ、議会運営委員会では昨日そのようになっておりますので、以上でございます。はい、報告の事実だけお願いします。すみません、経緯としてはご案内のとおりでございまして、6月17日に先住議員からご質問いただきました。まあ、その際に先住議員の方から、2度ばかり、私も県の方に確認した、私も県のところ、県に確認したことを2度ばかり、私が県に確認したということを言われまして、かつ違法と、言われましたので、私も驚きまして、その時に、そんなはずはないと思ったんですが、確認すべきだと思って、その後、県に確認をいたしました。でその後の経緯といたしましては、その後、6月20日の時点で、辻元議員からの同種の質問に対しては、すでに総務局長から要請がないとは答弁しておりましたが、県の回答を待っておりました。6月24日には専従議員から市の職員が呼び出しを受け、局長答弁でメンツを潰された。実際は石井議員が確認したんだというお話でございました。ですから、まあ、専従議員自身が確認をしていないということは、その時点で私も認識したところであります。その後、6月29日に、県の方から連絡がありました。内容といたしましては、総務省の行政課の見解が出たと。見解につきましては、審査申し立てにより交付義務が免除されるため執行停止の必要性はないという返答を受けましたという回答でありまして、で合わせて、国が見解を示したことで、県としても同様ですという形で、県も国も同じ考えであって、そもそも、執行停止などする必要はないということであり、これは地方自治法の16条の2項を正しく読んだら、まあ、明らかですから、何の疑義もなく
何の違法性の可能性もない話です。全く違法性のない話を違法とおっしゃっていただいたので、非常に困惑をいたしましたが、結論的には違法でないわけでありますから、違法でない前提で今後よろしくお願い申し上げます。辻元に。はいはい。先住議員は、昨日の議運の議論もそうやったんですけど、誰か一人の議員がね、質問したことで、それで余分な時間を使うのは、その質問時間の公平性、発言時間の公平性にからすると、ちょっとおかしいんちゃうかというような趣旨やったんですけどね、ただ今回はね、これ市が してる仕事が違法やということの指摘でありまして、で市長は独立制やけど、こっちは合議制でありましてですね。別に誰か一人が質問して、それは考え方が違うかもしれないですけど、共有してるんですよ、これね。で、誰かが違法やと言って指摘したら、これはもうみんな、それが違法なのか違法でないのかっていうところは、やっぱりはっきりさせなかったんです、合議制の機関としてね。で、そういう意味で言うと、この本会議で起こった問題は、やっぱり本会議で市長に説明を求めるというのはね、当然のことやし、現に選挙議員が、ここ一回また調べていただいて、また何かしらご報告なりするべきだと思いますので、よろしくお願いしますと、いうこともおっしゃっておられましてね、まずそれに対してこう市長が誠実に対応されようとしているところを、これはですね、断るというのは、ちょっとやり方としてはちょっとむちゃくちゃやったかなというふうに思うところでありまして。